ずきくんと一緒に三鏡先生の弟子になり頑張っている私たちなんですけど、先生の目を盗んで研究室でイチャイチャしているところを見つかってしまい、こそこそしないでもっと堂々とイチャイチャしろだなんて、そんなの恥ずかしいですよ。でもわかりました、頑張ってもっとオープンにイチャイチャしてみます。だから和樹くん、よろしくお願いしますね。ハピネス2リラックス、2020年4月24日発売です。